第60期航空学生によるパーシードリルをご覧いただきます。であるリングマークを取得し、全国各地の部隊に赴任します。そして実戦部隊での経験を積み、6年後には幹部自衛官となり、機長として日本のみならず世界各地の空で活躍することになります。展示いたしますマーシードリルは、指揮官の号令のもと32名の学生たちが体型を複雑に変換しつつ 4.3 キロの銃を刻み操るもので、昭和46年以降航空学生の伝統として、規律を守る心、協調性、団結心などを育むために受け継がれてきたものです。本日の指揮官は、第61期航空学生、学生次長、井上哲治学生。そして、ドラムメジャーは、第61期航空学生、第4小隊、小隊長、岡本清信学生です。演技の途中で、3回に分けて空砲を発射します。大きな音にご注意ください。バーンってなる。バーンってなる。まだ、まだ。
お楽しみください。Thank you.
第31航空群1日軍司令に対し捧げ土の敬礼を行います。